三菱高型試作環状戦闘機高型試作環状戦闘機は三菱航空機が第2本帝国海軍向けに試作した環状戦闘機三菱での社内名称は 1MF91926 年4月海軍は重式環状戦闘機を代替する新型艦船の競争試作を三菱中島飛行機愛知時計電機の3社に指示したこの際に 海軍から要求された条件は、富士着水時に不要力を得るための隠し構造を設計に盛り込むことだった。これを受けて三菱は、服部常時技師を設計事務者として高型の開発を開始し、高型の試作1号機は1927年7月に、2号機は同年9月に完成。しかし審査の結果、不要力不要のための隠し構造を簡略化して、 機体の軽量化を図った中島の G 式艦上戦闘機が3式艦上戦闘機として正式採用され、高型は愛知の仮称 A 字式艦上戦闘機、カーニ式海製作所飛行機部が自主開発した K11 とともに不採用となった。機体は三菱製の重式艦船を基礎とした木製本屋組にハフバリの副容器で不要力不要のために胴体を呼び、 下翼全面の水密化や V 字型の滑水底面の採用、透過式固定足や緊急時燃料放出タンクの装備などを行っていたため、重量の増加が生じていた。また、1号機には試験的に初めてフラップが装備されていた。なお、高型は日本人の設計による純国産環状戦闘機としては初の機体だった。ありがとうございます。